シーホース三河は愛知県刈谷市をホームタウンとして B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。母体は愛心正規バスケットボール部でチーム名のシーホースは辰の落とし後の英名から付けられた。さらに辰イコール竜は地元の愛知県の岡崎市にある岡崎城の別名が竜城であることや加えて 愛心世紀の豊田実名誉相談役が1916年の辰年生まれだったことにも由来する。21世紀に入ると他のチームを解雇されたりファイブにより所属先を失った選手をプロ契約として多く受け入れ黄金時代を築き上げ現在に至っている。その姿はノンフィクション作品ファイブの題材にもなった。当時の選手の多くは引退して、 世代交代が進んでいるが、その後も選手のほとんどがプロ契約を結んでいた。だが、世界金融危機の影響を受け日本人プロ契約を廃止、社員選手も再び増加、プロ契約を希望する選手の遺跡も相次いだ。2012年オフ、新卒の橋本龍馬がプロ契約を結び、チームとしては久々のプロ選手となった。全国タイトルは愛信時代に、 二2 1計21回の実績を誇っている。2016年、B リーグ参入に伴いチーム名を、シーホース三河に変更し、運営会社のシーホース、三河株式会社が5月に設立された。メインカラーシーホース三河の選手、スタッフ、ファンの全員を含めた、シーホース三河全体を表現。古来三河地方の名称であった、青み、壁海に由来する。また、誠意、 スポーツマンシップを表し、チームを勝利に導く応援カラーとしている。シーホース三河の選手、ヘッドコーチ、スタッフを表すカラー。チームの強さをすべての色を含むことができる黒を使って表現する。また、黒は三河武士がまとった鎧の色でもあり、伝統と強さを表現する。サブカラー勝利を表すゴールド。シーホース三河が共に目指す勝利。 栄光の色を表す。潔いスポーツマンシップの心を白で表す。公式マスコット背番号は100。ダンスを趣味としている。契約マスコット2017から18シーズンから公式風マスコットとして登場し、他チームの選手やマスコットとも交流を持ち、ホームゲームではハーフタイムにトランポリンダンクを行い、過去にはハーフコートからの背面シュートや、 アリウープシュートを成功させている。挙句には、ホームゲームスポンサーまでも務める。また、アウェーゲームにも遠征したり、日本代表戦にも登場したりし、B リーグアワード賞にも登場したりと、三河はもとより、他チームのファンからも愛されている。同シーズン終了後には、チームと契約し、契約マスコットとなる。スーパー、ガールズメインホームアリーナは、仮足総合運動公園内にある。 ウィングアリーナカリア。その旅リーグになってからは、サブホームアリーナとして、豊田市に所在する、スカイホール豊田を年間2から4試合ほど使用している。2019年11月、チーム専用アリーナを愛知県安城市に建設すると発表。竣工は2022年を目標としている。2016から17シーズンシーズンテーマ、ザビギニングオブブルーレジェンド B リーグ西地区優勝。これは B リーグ発足後た地区も含めて最初となる地区優勝である。チャンピオンシップのクォーターファイナルでは琉球と対戦。2戦連続で連勝し、セミファイナル進出を確定。チャンピオンシップでは栃木と対戦。アウェーの中、第1戦は落とすものの、第2戦は勝利。第3戦までもつれる展開となった。 第3戦では一時優位に立つものの、終盤に追いつかれそのまま逆転。チャンピオンシップで敗退することとなった。2017から18シーズンシーズンテーマ、レイズザブループライド初戦の栃木戦を落とすも、2戦目から連勝を続け、11月19日横浜戦で B リーグ記録になる16連勝達成。2018年3月28日から2月3日の、 栃木戦から再度連勝を続け、15連勝を記録したところで、リーグ最速の地区に連覇を決める。4月1日には17連勝を達成し、シーズン序盤に記録した連勝記録を更新した。5月2日、名古屋に勝利し、同日行われた川崎が千葉に敗れたため、リーグ全体での1位を決めた。5月13日に行われた B1。 チャンピオンシップクォーターファイナルで前年セミファイナルで対決し敗戦した栃木と対戦し第1077から63第2戦8 0から75の2連勝で突破リベンジを果たす5月20日には B1 チャンピオンシップセミファイナルで東京と対戦2戦ともオーバータイムにも連れ込む接戦になるも最後に力尽き第1065から69 第2071から73で敗退した。シーズン終了後には、B リーグ MVP を獲得した、非、江島誠の栃木への移籍、そして絶対的なポイントガードである、橋本龍馬の琉球への移籍が発表された。2018から19シーズンシーズンテーマ、バーンザブルエネルギー、長らくチームの主軸を担った、非、江島誠、橋本龍馬の抜けた穴は大きく、 十分な補強もできないまま開幕を迎えることとなった。開幕から5連敗をするなど苦しいシーズン幕明けとなった。その後7連勝を築き成績を戻したものの19試合を終えて9勝10敗の成績となった。その後も大胆に若手を起用しながらハーフコートに磨きをかけたバスケットから走ってハイスコアのバスケットへ修正を図り、 レギュラーシーズンの3分の2を消化した時点で22勝18敗に持ち直した。シーズン終盤では自力でチャンピオンシップ進出を決められる位置につけており、プレイオフ進出の可能性は残されていた。しかし、最終節にホームで連敗したことで、その可能性が消滅。中地区4位、31勝29敗でシーズンを終えた。 2019から20シーズンシーズンテーマ、ゲットエキサイティッド開幕前には、チームの大幅な再編、強化へと踏み出した。生原秀政、村上忠狩又マ也が自由交渉リストへ、西川隆行は3円へ移籍した。一方、長野誠二、根ゴ新之介、河村拓也、ダバンテ、ガードナー、ミッケル・グラッドネスが加入。 積極的な補強を進めた。シーズンでは、リーグ屈指の夫人を揃え、開幕前の期待値は高かったものの、オフェンス能力の高い選手が集まっているため、懸念されていたチーム構築に時間を要した。シーズン途中には、ダニエル・ジョンソンが加入。一時、黒星が先行することになるものの、その後9連勝を記録。シーズン終盤では、 中地区2位に着くまでに持ち直し、チャンピオンシップ進出の可能性を残していた。だが、シーズン途中での新型コロナウイルス感染拡大の状況変化もあり、3月20日から4月1日にかけて開催する B1 リーグ戦の中止、さらには CS 中止が決定。これに伴い、中地区2位でシーズンを終えることになった。シーズン終了後には、 鈴木高美 1HC をはじめとするチームスタッフの契約継続を発表。愛心時代を含め25年をこのチームで過ごしたことになる。また、19年間在籍し、長らくチームを牽引してきた桜木 JR の引退を発表。合わせて i c a w イングスのテクニカルアドバイザーへの就任も発表された。2020から21シーズンシーズンテーマ。 ファイト4開幕前には、柏木晋介がチームに復帰。このほか、シェーファー・アビコーキ、高橋光用が加入した。その他、B リーグ開幕以降としては、同じ愛心グループのバスケットボールチームである、愛心オータム・ウィンター・アレイ・オンズ・アンジョーと天皇杯3回戦で、初の対戦、及び愛心ダービー並びに、三河ダービーとなり、88から71で勝利を、 収めている。日本リーグ一部の第22回から第33回までは C、T のディビジョン制を導入。日本リーグ一部の第34回のディビジョンは SL、NL として実施。NBL2015 から16シーズン、仮足市体育館2008から09シーズン、三首町、琴岡総合体育館。ありがとうございます。